トニタクさん満件部、今回ね、満件部の方でやります、東京来ております。はい、見えるでしょうか。なんと東京タワーの方にですねまで来ました。まあ東京タワーですねちょっと見えにくいかな、こういう感じですかね。高くてね、近かったらこれぐらいしか映らないんですけども、東京タワーの方に、来ております。まあね、去る用事でね、まあそっちはね音楽チャンネルの方であるんですけども、東京へ、まあ、遠征に来てまして、今回ね東京タワーの方に寄ろうと思ってたのは、やっぱりね、僕玉のこともあるけどね、やっぱり特撮とかでよく映っている、まあ、最近ではなんか最近だけじゃなくてもう20年ぐらい前のなんかオールウェイズとかでも東京タワーやったんで、まあ、映画とかでも結構モチーフになってますよね。特撮関係では本当おなじみでまあゴジラとかによく潰されるっていうイメージがあるんですけども、まあ、そんな東京タワーに、まあ、ちょっとね、まあ、来てみてね、どんな感じか見てみたいなって思ってたんですよ。で、まあ、さっきちょっと浅草の方に行ってですね、あれ観光バス入り口、どこから入ったらいいんかな、まず入るとこ分からへんっていう困ったですね。で、まあ、ちょっとやっとねここまで、来てみたものの、まあ、初めてね、まあ、東京タワーへ、まあ、来るということで、まあ、こんな感じですね。結構仰ぎ見ることが多いですね。どうしたってね、行革になっちゃうっていう感じで、まあ、ほとんど取っちゃってる状態です。まあ、これ本当感慨深いですよね。まあ、僕特撮も結構好きで、特撮でよく壊されてるんですよね、この東京タワー。毎回怪獣に、まあ、特にゴジラとかもう、まあ、よくやってましたよね。で、どんなとこなんかのものなんですよ。今度はまあこういう感じのね、こんな入り口ありますよ。意外と、まあ、なんて言ってますか、ファンシーな入り口だなファンシーっつうんかな、よう分からへんけどね。いや、初めて来たね、これ。これが入り口なんでしょうかね。はい、まあ、普通に入れそうな感じですね。展望台のチケットとかも行けるんでしょうか。まあ、ちょっと入ってみます。はい、東京タワーの、展望台ですね。はい、こういう感じで、150メートルぐらいやったら1500円ぐらいやったら、まあ、で入れます。250メートルとかもうちょっと高いところは3000円かかるらしいんですけども、ここリーズナブルでいいですよ。中入れて展望台でいろいろ見れていい景色ですね。こちら神棚があられますね。あ、順路逆やったもういいか、まあ、こんな感じでですね、はい、かなりいい景色です。東京湾見えますね、すごくいい感じかな。お土産がありますよ。ちょっとお土産を後で買って帰りましょうか。ここがお土産物コーナーですね。はい、まあ、ちょうどね、何やろうな、たまたま僕玉のね、まあ、あれが伸びてたっていうのがあって、まあ、そういうこともあって、まあ、来たいなっていう気持ちが
すごく出てきたんですよ。だからまあゴジラとかねよく潰される塔っていうイメージあるけど、本当に潰れてなくてよかったっていう潰されたら困るよね。うん、でまあこれが新旧タワー の、うん、あの構図なんですけども、スカイツリーがね、見える展望台からも、見えてます。ちょっとうっすらですけど、まあ、こういう感じになってますね。まあ、というわけでね、今回は、東京タワーへ、行ってきたよと。まあ、漫画とか特撮とかに関わることなので、まあ、今回漫研部の方で、一応やります。音楽チャンネルについてはですね、またですね、まあ、概要欄に書いておきますので、まあ、今回、まあ、来た要件、主な要件はちょっと音楽チャンネルの方なんですが、まあ、そちらの方も合わせてみてください。